もじゃもじゃ、ただの親バカ動画。どうやら今回失敗したらしい。こんにちは、くまみきです。今日はですね、ちょっと私も初めてでできるかドキドキなんですけど、韓国で話題らしいんですが、いや、ていうかもうあれ、もう古い古いな。でも作りたいからやっちゃうんだけど、ワンワンメレンゲクッキー作っていきたいと思います。なんかそんなのあるんだ、可愛いなぐらいに思ってたんですけど、ちょうどうちに卵白が待ってて、それを消費したいなっていうのと、うまくやればもじゃみたいになるんじゃないかなと思って、ちょっともじゃクッキーを作ろうと思います。というわけで材料がこちら。卵白うちに2個あるので2つ使います。ココアパウダー大さじ2、グラニュー糖 120g、 チョコペンです。それではやってみたいと思います。それじゃあまず卵白を泡立てていきます。これ常温にしてあるんですけど、温かい方が泡立つらしいんで、ちょっとぬるま湯につけながらやっていきます。そしたらここにグラニュー糖を 2,3 回に分けて少しずつ加えて、さらに泡立てます。恐ろしい量の砂糖ですね。お菓子作るとなんかこんな入ってんだと思って、毎回びっくりしちゃう。で、これが今デロンデロンって感じなんですけど、角がしっかり立つまで泡立てるそうです。やってみよう。なんかこれ以上いかないけど、ストンドロンってぐらいまでいったから、これでいってみるか。じゃあ次こちらにココアパウダーを加えていきます。大さじ2なので小さじで6杯、ちょっとすごい量なんでちょいちょい混ぜながら入れます。混ぜるときはこのメレンゲを潰さないようにゴムベラでさっくりと混ぜるそうです。にしてもココアの量すごい。最近ダルゴナココアもやったりさ、このクッキー作ったりですごい消費できてて嬉しい。混ぜます。結構ココア入れたと思ったけど、すごい薄くなったね。もういいかな。ちょっと底の方にたまに濃いところが出てくるんだけど、だいたいいい感じです。これを絞り袋に入れます。明らかに生地の量が凄まじいんですけど、これって取っとけないのかな。生地のこと知ってる人いたら教えてください。よーし、それじゃあ作っておくよ。もじゃを想像して形を絞る。やばい、超カメラ見づらい感じになっちゃったかも。ごめん、とりあえずやるわ。おー、あ、映ってない。もじゃを想像して、もりもりもり、もり、もり、頭ももりもり。はぁ、もやっぽいかもしれない。もう一回やろう。手が邪魔ね、ごめんね。見えづらいね、ごめんね。今カメラのことと手元のことで結構パニックです。もり、ちょっとさっきよりボリューム出してみた。もいちゃんのお耳はふわふわ、ふわふわすぎた、耳の存在感。もじゃもじゃ、ただの親バカ動画。こんな分厚くてもいけんのかな。ちょっと薄めにもう一回作ります。生地多いと思ったけど意外とたっぷりあって安心して作れるわ。あ、くっついちゃう隣と。これ膨らむのかな、大丈夫かな。お隣なんかよくわかんなくなっちゃった。失敗しちゃったこの子。えい、ちょっと失敗、最後です。ちょっと隣にくっついちゃうよ。どうしよう。ああ、無理だ。近い。耳をぴょん。はしゃぐもじゃ。もじゃになるかな、これ。ちょっとあまりも隙間に絞ります。
はい、こんな感じになりました。この形いいじゃんっていうのが特にいないんですけどなんだかんだで最初に作ったのが慎重にやってて形がいい気がしますけど、どうでしょう。これで100度に予熱したオーブンで50分焼きます。50分も焼くのって感じなんですけど、50分焼きます。2、1、うわどうでしょう。じゃん、あ、いいね、形ちゃんとキープされてます。これ焼けてんだね、なんか普通のクリームに見えるけど。これ出さないでこのまま中で粗熱取れるまで待つとさっくりするっていうのを見たので、ちょっとそれでいきます。待ちます。じゃーん、冷めましたよ。全然触っても大丈夫。ちょっとこの子だけすごいここに穴が開いちゃってぐちゃって感じなんですけど、あとはまあまあいけたかな。やっぱ最初にやった子が一番綺麗ですね。じゃあこれにチョコペンで顔を描いていきたいと思います。うわー緊張する。ちゃんと出るかな。いきます。ちょっと最初に綺麗な子やのか、この失敗作からいきます。あーチョコが意外とダルダルで、あ、でもいい感じ。あーもじゃだ、もじゃもじゃ。目の位置がむずいな。あーすごい、位置で顔が全然変わる。この子はもじゃじゃないな。ちょっと本命の子いきます。あ、かわいい。口かかない方がかわいいかもしれん。このままいこう。この子はちょっと垂れ目、このなみなみでさ、すごい斜めになってるから、それでね、チョコがだれちゃって結構目の位置が定まりづらいですね。この子もちょっと失敗。なんだろう、口を描いた方がもじゃっぽさはあるんだけど、描かない方が可愛い。半々でいきましょう。はい、というわけで無事に完成しました。見てください、めっちゃ可愛くないですか。もうもじゃがずっとね、さっきからなんで僕にくれないのってついてくるんですよ。でもね、私気づいちゃったの、一番上手にできたこの子よりも失敗作の方が似てるんですよね。この穴開いちゃったって言ってたこの子もなんかこっちの方がもじゃっぽいなって飼い主的には思うわけですよ。なんだろう、愛嬌かな。なんかね似てるのよ、こっちの方が。あ、ちょっとさ、触るとすっごい表面ベタベタなんだけどさ、これは失敗ですか。私メレンゲクッキーってよくわかんなくって、表面ベタベタするのよ。あれかな、オーブン開けちゃったのはいけないのかな。ちょっとわかる方いたら正解を教えてください。どれがもじゃに似てるかな。全部見せるね。1個目、2個目、3個目、これ似てんな。4個目、5つ目で、最後のね6個目割れちゃったんですよね。ただーん、ちょっと6個目なしで、この中でどれが一番もじゃっぽかったかをアンケートで教えてください。というわけでね、食べてみようと思います。いきなり犬を食べるのはドキドキするんで、普通のやつ。ん？ん？あれ？これ失敗なのかな。めっちゃ歯にくっつく。ほんのちょっとだけ表面サクってしたんだけど、一瞬サクシュワってした後のネチョネチョがすごくって、失敗したマカロンみたいな感じ。メレンゲクッキーってこういうもの？違うよね、多分違うよね。最初ねシャクシャクって言うんだけど、すごい砂糖の塊みたいになる。あれ、私すごい今回成功したと思ったんだけど、いやメレンゲクッキー正解わからないと言いつつ失敗なのはわかった。私どうやら今回失敗したらしい。ちょっともじゃバージョンも食べてみます。あ、美味しい。耳の薄いとこはザクザクしてて美味しい。モリモリってしたらダメなのかな。こっちは成功って言っていいかも。なんでだろう、食べるものによって食感がちょっと違う。うん、味は美味しいよ。ほんのりココアも効いてて、全然めっちゃ食べちゃうもん。これますます正解がわからなくなっていく。めっちゃ苦いコーヒー飲みたいですね。あの砂糖の量を今摂取してると思うと恐怖でしかない。でもこれ普通にココアなしで白いバージョンで犬作って、でダルゴナコーヒーに浮かべてる写真とか見たんですよ。だから前にやったダルゴナコーヒーと合わせてこれ作ったらめっちゃいいかもしれない。よかったら皆さんもチャレンジしてみてください。というわけで今回はワンワンメレンゲクッキー挑戦してみました。まあ可愛くできたじゃないかと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。